リンが強力だけど、こんなにも反動があるなんて。いずれにせよ、このままの探索は危険だわ。なんとか誠に連絡を取って、この領域から脱出しないと。そうはいかんな。この声は。ユナ？この声の主は。私が食い止める。影虎をお願いね。ユナ！そこにいるんでしょ？出てきなさい！よくわかったじゃないか。鬼天狗。やあ！やあ！おお、そのチャクラ、成長したようだな。あの頃はまだ尻の青い小娘だったというのにな。武装変化！あなたは絶対に許さない！少しは強くなったようだが、あのお方の復活はもう止められない。すまない。何言ってるの、仲間なんだし当たり前でしょ。マクトとは連絡が取れたか？ええ、この辺りで合流のはずよ。ユナは？全然連絡が取れない。影虎を誠に預けたら少し辺りを探してみるわ。ああ、頼む。ユナ、一人で戦いに行くだなんて、無事だといいけど。誠？ものだ貴様。影虎、この容器ただものじゃない。ここは一旦引くわよ。
あなたは一体闇に使いし者、黒夜叉霊気。黒夜叉霊気。さあ楽しみなさい、恐怖と絶望を。やあ、影虎とマリカの前に現れる天魔党の首領鬼天狗。影虎たちは郊外側に変身し戦うが、鬼天狗の力によって窮地に追い込まれていく。だがその時、次回第4話、死闘、お楽しみに。